アツプリダーマジリックです。今回はベイビーモンスターのシーシサビ解説頑張っていきましょう。今回のね、振り付けをかっこよく見せるポイントは重心のかけ方にかかってくるかなと思います。どんなに力を強く込めたりとかパワーで見せたいと思っても軸がですね、違う方向に傾いてるとどうしてもかっこよくならないから、シーッ少し後ろに入れたりとか、そういうちょっとしたポイントを気をつけるだけでね、かっこよさが増してきます。なので自分の重心をどこに傾けるのか意識しながら踊っていきたいなと思います。この動画、見本、解説、復習パート3つのパートに分かれております。チャプター機能を使って見たい場所へ飛んでください。かっこよく踊るぜっていう気合が入ってる人、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではやっていきましょう。せーの、踊るでスマホで1分ジュリコレッスンアカウント。今回の動画も反転しております。こっち右手左手です。鏡のようにして覚えてください。ファイシックセーノーワンツースリーフォーファイシックセーエ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 ーオッケー。はい、それでは最初からいってみましょう。サビの少し前からいきますね。ファシックセーブン A E ワンツースリーフォーファイブシックスセーブン A E ワンツーでサビ入ってきます。はい、なのでちょっとワンイントだけ覚えてほしいんですけど、ワンツーっていう風にまずは右手上で一歩ワンツー、したら二歩進みます。ドンカカで開くんですね。はい、で最初は足一歩、じゃーんじゃーん、二歩進む、開いた時お尻右っていう感じになってます。はい、で手は上からグーパンチ、ズーンタ、左手がピストルみたいに作ってもらったら前カット組んで左、あ、間違えた、右聞いてください。ワンツースリーファイシックス、せーの、ワンツースリーフォーファイブシックスで体重を右から左、シックスで手が胸の方に来ます。シックス、セーブン、エイ押しながらお尻がだんだん左から真ん中、あ、ギルってお腹なっちゃった、エイシッシチャラチャズンチャズンカンカン、サビが始まっていきます。吐きですか、いきましょう。ワンツースリーフォーファイシックス、それワンツースリー4 5 6 7 8 1 2きます。ここまでやってみましょう。5 6せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 1きます。 OK、 そしたらサビになるんですけど、グーをおでこ、おでこじゃない、頭の斜め上ぐらいな感じです。でちっちゃく右から後ろに回していきます。そしたら一回斜め下、打つ。もう一回、し、しっていう感じですね。はい。円があったら、右側、ここでアクセントを取りますので、早く、そして強く、取りすぎて、ラン、カ、フン、ツ、フン、ツ、ってなります。で、そのタイミングが、スン、スン、来ました。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブンで頭。ワン、ツ、スリー、フォー、右手が前、チャラララララランっていう風につながっていきます。はい、タイミングが5、6、7、8、ワン、ツー、スリー、フォー、5、6、7で頭でございます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、5、6、7来ましたか。でそれに手を合わせて、ワン、2、3、4、5、6、7で頭。そしたら、A、1っていう風になります。8、1ですね。A、1ってく来るんですけど。これあと重心で後でやりますが、まずは足をかかとで中、中。2回打ってください。カン、カン、下ろす。したら頭からポン、ポン、ポンで来るんですね。で、移動してるので、足は右から行っても、左から行っても、好きな方で大丈夫です。パーパーパン。はい。右手の方が前です。したら、右手を小指から握って、
ほどいたら左手が親指が出てきます。チャララララララン、っていう感じで、左手はララ外にちょっと開いたら中に親指をシュッて持ってきてあげると流れが綺麗だと思うので、チャララララララン、持ってきて外から来てみてください、はい、その時にパパパンで少し膝が曲がります。したら手をなくすとチャララララララン、って感じになります。はい、イメージは8の字を意識してほしいので、今いるところから右肩をまずは中に寄せてきて、ここから開いてきます。ズーン、したら反対の左振ったらそのままもう真ん中帰ってくる。タラララララランって帰ってくる感じですよね、イメージは。ザラララララランツルリリリリリン、せーの、チャ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 ラランです。はい、戻ってみましょう。最初からいきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、パンチ、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、来ましたか。はい、もう一回やっていきましょう。ファイブ、シックス、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、OK です。したらまずここまでちょっと重心とか細かいことやっていきますね。最初のワンツー、これはパンチきました。スーンスーンハーきます。はい、で全体的に今回の曲かっこいい感じなので、上半身をこういう風に前のめりではなく、どっちかというとクッと後ろに寄りかかるイメージがあって、顎をクッと下げておくと、この姿勢だとさ、ちょっと前のめりだとなんかこうポイってパッって感じの抜けた感じに見やすいんですね。可愛い振り付けの時はこう前の方がいいんだけど、パッみたいなポイって感じで、でも今回はうんっていううんって感じだから、少し重心は後ろに全体的にかかってます。クッバックで顎を締めて、ここの空間をちっちゃくしておくと、少しちょっとしたポーズの時とかもかっこよくはまりますね。でカンカンやりました。ワンツースリーフォーファイブシックスセブン、ここです。 A1 の時ね、これバランス崩しやすいですね。アクセントを取ってますので、でバランス取るためにはまた後ろに、わかりますか、ちょっとこういうイメージ、はい、大げさにやると腰が前で足がこうみたいな感じぐらい体重を後ろにかけて、この足が前に当たった、この力に負けないように後ろに体重がああイメージがあるとバランスが取れます。前前でこう全部出ていかないように後ろにかけてみてください。カンカン、オッケー。で余裕がある人はただ後ろだと、今ここねなんですけど、斜め後ろ、こういうイメージ、少しちょっとこっちに乗るイメージがあって、足が上がる分胴体がこっちに逃がしてあげれるとバランスが取れるようになります。はっはっふん、でまっすぐに帰ってきます。チャチャチャン、タラララララララン、やってみてください。あっけろ、やってみます。ファイブ、シックス、それワン、ツー、スリー、後ろフッ、チャラララワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、カンカン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。さあ後半いくよ、せーの、シックス、エンタラフッズフッズハッハエンダダダツツチャラランラで終わります。あともうちょっとですね、後半シッシッ、はい、やりますよ。まずはタラララララランできた左手ですね、ここから右手をおへそから中に持ってきます。今回はね、指がこういう風に前に見えてた方がかっこいいので、このままうん、きます。はい、でふん、ちゃ、ちゃらら、ずん、か、ずん、ダブル、か、
っていう風に、なんか足は出したり戻したりをするだけなんですけど、こうね、リズムが変わるんですね。なんでここだけちょっと気をつけてもらって、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン。わかりました？一瞬早い時あったでしょ。ワン、ツー、スリー、ここが早いんです。ゆっくり早く、ゆっくりゆっくり、ダブルっていうのが入ります。やってみますね。ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー。来ました？せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー。っていう、まずこの足のリズムが変わるよっていうのを大事にしてもらって、そこに手を合わせていく。ワン、ツー、ナイス、スリー。さあ次、フン。手が中を通ってから外に出てきます。で、シューって感じで、隣の人のジョーっていう感じで、カン、うわっていう感じで、手出してほしいんですね。こういったとき。で、今度反対。右手が中から外へ。今度、ダブル、カン、カン、当たります。はい。では、ずっと腰のときは基本的には中にこう当たっていきます。はい。肩締めるときは肘だけではなくて、この肩ごと中にこの顎の方に寄せてくるイメージがあると音が強く見える。ドンね、ドン、こっちもドン、やってみてください。はい。で、重心なんですけど、ファイシックセブン A 来ました。最初ワンのとき、顎が少しちょっとこの右肩の方に当たって、ブン、ツー、ツァーラッシュ、ストップ。これですね、重心が真ん中のまま手を出すと、こういう感じでまたなんか、あれあんまりかっこよくないかもみたいなのーって感じになるので、こういうイメージ、はい、少しまた後ろに軸を持っていくんですね。なので今いる位置よりもここがスカーンってしないように、後ろ目にここに寄せていくように、上半身を後ろに倒してください。シュッシュッの時一瞬ね。で、戻す。したら今度反対なので、右手が行くときに遠ざかる。はい。シュッ。したらダブルなので、カン、カン。はい。このまま、カン、カン。当てる方の軸に負けないで、後ろに、ダ、ダ。こっちね。ダ、ダ。ふぅ。したら、あともう一回くるよ。タララ。では、さっきと一緒ね。タラ。じゃあ次3回目だけ下にドン沈んでください。ダダダ。さて右からパパパ。はい。トントンセンター。右左センター。右左センター。一本一本。で、終わります。はい。で、正面に来てると思うので、こっから一回右側にタラララ来る。左足踏みながら、ふん。体を結構ぐーっとねじってます。次の時は今度反対側にねじってきて、こういう回転をしながら、ブン、ブン。やってあげれると、かっこよくなります。で、左肩の位置を一番奥から前までっていう風に、この回転をブン、ブン入れてみてください。OK です。よし、後半やってみましょう。A、ワン、ツー、スリー、フォーやりました。ファイ、シック、セブン、A、ワン、ツー、スリー、フォー、後ろのリス、カーン、ズ、ダブル、カン、チャチャチャ、パパパ、フン、フン。はい、それでは最初からいってみましょう。ファイ、シックス、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、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 ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。ナイス！はい、それでは一緒にやってみましょう。ワンです。ファイ、シックス、セロー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、Six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight.
OK。 はい、それではちょっと早くなります。はい、いかがでしたでしょうか。あのね、振り付けも覚えられたら、あのベビーモスさんのみんなみたいにね、こうシュッシュッっていう風に表情もかっこよくつけれたりすると、この曲のダンスめっちゃかっこよく踊れると思うので、ぜひノリノリで踊ってみてください。このチャンネルではダンスをより楽しめるようにね、解説動画だったり、ジュリコのダンスだったり、ダンスを上手に踊るポイントだったり、いろんな動画を出しております。ぜひ他の動画も見てみてください。ジュリコのレッスン情報は説明欄をご覧ください。それではまたお会いしましょう。アスプリー。